第一次世界大戦におけるイギリス海外派遣軍は第一次世界大戦時にイギリス陸軍が編成した組織。イギリス陸軍の主力として1914年に編成され西部戦線においてドイツ軍と戦闘を行った。イギリス帝国としてカナダやオーストラリアからの部隊も組み込まれている。大戦の終結に伴い1918年に廃止された。 イーペルの残酷でイギリス軍兵士が発行していた定期刊行物ワイパーズタイムズ。1914年8月にドイツ帝国がベルギーの中立を侵犯し侵攻を開始するとイギリスはそれに対抗するために8月4日にドイツに対し宣戦布告した。ジョン・フレンチ減衰式下にイギリス海外派遣軍を編成、ベルギーへと派遣した。 8月下旬には戦闘加入したものの、ドイツ軍の進撃に押され、フランス領内へと退却したが、マルヌ海戦でドイツ軍に打撃を与えている。その後、西部戦線は残豪戦となり、硬着状態に陥った。ビフはフランス北部を担当しており、北のベルギー軍と南のフランス軍を結ぶ配置にあった。消耗も激しかったが、キッチナー陸軍や、 植民地軍の増援を受け、1918年には、犯行に転じ、ドイツ軍を撃破した。ありがとうございます。